演舞開演。どうも、本日はこちらミスタージーニスさんのなぜこれまでなかったのかなというようなドーナツ5種類を買ってきました。まずはこちらのポンデリングプレーンをいただきたいと思います。いただきます。表面のグレーズもなく、純粋に弾力だけを味わうことができました。ドーナツというよりお餅のような雰囲気もあります。続きまして、こちら、ホイップ&カスタード、エンゼルホイップ&カスタードを食べたいと思います。では、いただきます。濃厚なカスタードとさっぱりしたエンゼルホイップが同時に味わえてお得なような気もしますが、ちょっとカスタードにホイップが負けている気がします。続きましてこちらフレンチクーラーの何だっけを食べたいと思います。いただきます。中のクリームもあっさりさっぱりでとっても美味しくいただきましたけど、普通のと何が違うのかな。続きまして、チョコレート、こちらはチョコレートの何だ、を食べたいと思います。いただきます。
ちらも普通にあっさりとしたチョコレート味の美味しかったんですが、何が違うのか。最後こちら、ストロベリーチョコオールドファッションです。では、やはりストロベリーが育てる分、純粋にアレンジの部分が感じられて美味しかったです。甘酸っぱさ、ザクザク食感、オールドファッションになかったのが不思議です。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。チャンネル登録をお願いします。